こんにちは、トリカラチャンネルです。ヤモリくん、今でも元気いっぱいです。もう765日にもなるんですね。あれ、まさかこれは。そう、脱皮してましたね。今回は脱皮開始から12時間以上、あえて手出しせず自力での脱皮に挑戦してもらったんです。だいぶ取れてるけど、やっぱり下肢から下が麻痺しているから難しいよね。それでもよく頑張った方だと思います。ほんとほんと。あれ、ヤモリくん、なんか見た目がちょっと違うような。手に乗せてみると以前より確実に重たいんだよね。そうそう、なんか太くなってるもん。縦に成長する時期が過ぎて、もう今は横に成長してるみたい。温浴が大好きなヤモリくん、もうおっさんですな。脱皮からの時間経過が長かったので、古皮を柔らかくするのに少し長めの時間が必要。やっぱり脱皮開始から早めに取ってあげた方がいいね。その方が手早く簡単に取れるからね。ちょうど2年前のヤモリくんです。夏に入る頃にはもう尻尾が再生してたんだよね。そうです、二股尻尾が完成してました。まだ二股がちっちゃい。ここからさらに1ヶ月遡ると、うわ懐かしい、曲がって伸びてきてたんだよね。あれから2年、今もこうやって元気でいてくれるだけでとにかくありがたいです。胴体のくびれがなくなってきて、足も太くなってきましたね。後ろ足の動きはまあ仕方ないとして、前足だけでしっかり動けるから、このまま飼育下で長生きしてくれると思います。